よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よっしゃ、今回で最終章いくぜー。セーマの功績。一応ね、アイテム整理をして、セーブまでやっておりますと。で、武器がこんな感じで。こっちも結構使いよったけど、あんまり使ってたらいけんな。はい。オッケー。じゃあ、メディアも戦おう。1残る意味なし。あーやばいやばい。勇者の剣、よーすごい、かけるよ、やっぱりね、強い。はいはい。おお、食らうね。当たるね、すげえ当たるね。どうした、急にどうした。あー全然減らんな、なんでこいつは。どうした、どうした。キスを使っちゃおうかな。でーででででー、待てよ、回復するか。最近あ回復ねし。 Aフラムおらんし。くそ、こいつでいいや。交換特効薬ちょうだい。オッケー、持ち物の特効薬使う。うー、全然戦えないぜこいつと。クリシャの剣、ファイヤー、ファイヤー、オッケー、イエーイ、イエーイ。あー、きついな。うわー、届かんな、若干。きつい。そうか、ちょっと。なんだよ。おー、レベルアップ。レベルアップしたけど、あんま上がってない。いやね、魔法高いな、マジで。まだ来るの、めんどくせえなこいつら、マジで。鋼、あ、鋼倒せんし。くそ。あー、こいつも41か。あー、くそ、倒せない、微妙に倒せない。鋼だと倒せる。オッケー、倒せるじゃねえか。てか長えぞこいつら、マジ長えぞ。困ったな、これ一生出てくるんかな。なんならやばいぞ。あ、勇者の剣もなくなるな。やり、もう上で待機しとくっていう手もありやけどな。さあ来い。あー、もう上で待機した方がいいなこれ。勇者の剣が壊れた。あー、上待機できんのか、くそ。何、手やりがないと。あー、手やりで殺しちゃうもんな。何か、はい、おへい、チキー。これ移動して、まあ1体だけなら無視しよっか。で倒すかこいつ、ようやく。よーし、倒すぞ。魔力 30HP76。 アホか、アホちゃうか。よし、火にやつでいったら絶対やべえだろ。うおほほ、絶対無理。なんだこれ、火にやつ3回死ぬぞ3回死ぬぞ、ふざけてるな。ハッゼロか、やば。うわー、これちょっと無理だな。ジークリンデーでも辛いな。辛いだけだな、でも実際ちょっと辛いだけだな。ターン終了して戦えばなんとかはなる。必殺があるとダメだな。エクラムは俺、うわ強いなー、71ってすごいな。こっちの必殺の値が高いな、18だもんな。これは16か。あ、エリックの方がいいな、しかも2回攻撃だし。こっちの方がいいな、必殺の出る確率が2倍。正確にはそうではないけど、こっちの方がいいな。よし、
じゃあここに行って短手流でいいかな。 HP 大丈夫ね。 OK38 だからな。 OKOK、まあ、こいつをぶち殺すと。エリックで殺そう。もったいない経験値が、もったいないんだよな。はいはい、 OK。 もう金とかいらねえよ、今さらだろ。さあ来い。僕は魔王、人の弱さを知らぬ強く完全な王。ファイヤー。あー、全然食らってないじゃないか。回復できないのが痛いな。交互に戦うか。あー、ちょっと敵出てこなくなったし。なんだよ、雑魚か。おい、こっちもかける2だった。ターン終了。使う。あ、やべ。あ、よかったよかった。無駄ダメージを食らうところだったな。ねえフラム、僕強くなるな。強い、めっちゃ強い、マジで強い。もうやめて、もう戦いたくない。早く死ねえ早く死ねえ。あー、もう強くなれた、なれた。もう強い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 。多分1対1じゃ勝てないから。もっと強くなんかなっちゃいけないんだよ。よいしょよいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー。次のエリークで終わりだな。終わらんな。終わらん気がする。終わらないな。で、倒せんよ、これ。絶対倒せんよ。回復したよ。終わらんよね、うん、あ、終わる、ぴったり、やったぜ。よっしゃ、最後アニメーションだ。いつも通り、いつも通りじゃないけど大丈夫だね。一応確認しよう。よし38、よし、オッケー。死んだな。おいおい、いやー、38も食らっちゃう。バカなー。ザーメン、ザーメン、ラーメン食らえ。オッケー。僕はどこで間違えたのかな。ザコが、うえ、レベルアップ。ここに来てレベルアップ。いいね、いい、実に実にいいぞ。でラスボスが来るぞ、最後の。やっぱりか、じゃねえよ。でね、最後のねやつがなんか戦い方を一回教えてもらったんだけど、あんま覚えてないんだよな。せー、うわぁ、なんこれ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 。周りにいるすべての敵を、あ、やばくないこれ。攻撃力51ってやばいな。あれ動かんぞ。あれ、あ、今装備してるのしかわからんのか。わあ、強いな、これ。どうしたらいいんだ。てか、防御力40ってバカだな。HP 見えんし。どうしたらいいんだ。とりあえず、AD クに行って、エフラムか、エフラムで。ああ、いやー、そうか。チークメント使えんのか。ドラゴンスピア、勇者、勇者の槍。持っとくか、とりあえず。いや無理だな、勇者の槍でも無理だな。戦えるのはそうだな、ペトル。戦えねえな。あー、ガルムがあるんか。これ、こいつはガルムがあったの忘れると。受け取って交換しちゃう。はい、交換。手槍と交換しようか。はい、さあ来い敵。あ、敵現れるんかこれ。あ、めんどくせえ。敵現れすぎやろ。え、これ一旦に一回これなわけないよな。あ、マジか。お、 HP60 高いな。めっちゃみんなみんな武器強いな。これが一番弱いなんて、ありえねえ。あ、敵でかっ。お、必殺かっこいい。必殺出しちゃったよ、こんな時に。
アニメーションオンの時に。よし、とりあえず、これはいいとして。ジクリーンではもったいないから、鋼の剣。オッケー。いやー、この4人強いな、マジで。馬乗ったやつマジ強いわ。よーし。さあ来い。鋼。OK。あ、てかこれで死んだらさ、またあそこまで戻るってことか。これやばいんじゃない？あ、大丈夫。おー、スピナーじゃなくて手やりでもいいな。うわ。HP 低っ。イェーイ。ドゥ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 。さあ敵を来い。ここまでだな。行っていいのは。で、攻撃できるやつは4人か。1人アメリアが攻撃できるんだよね。その代わり。2しかもらえんのやばいな。経験値もらえんやつおるけど。はい、オッケー。さあ行くぞ。あ、これガルム装備してる、もしかして。あ、違う。威力29、必殺5。やばいな、これ。しか耐えるのか。待ってよ。したら回復ができればな、問題ないんだけどな。預ける。何を？じゃあ受け取る。あー、集合。おっとっとっと、待機するだけならいい。あー、敵出てこん。ヒーニアスで、お、攻撃できないの？マジで？でも13しか。ゼロー。やばいな。攻撃できないんだこいつ。マジか。あー、ジークリンで、HP 見えねえな。強っ。無理じゃん、これ。どうしたら？エディック、エフラム行け。エフラム行け。これ絶対死にたくないな、これ。ジークムント。うおー、強えー。お、しかも2回できるな、攻撃が。ジグムトめっちゃ強いな。やば。でもこれ大丈夫かな。このなんとかのさ、眼光がさ、これが見えねえんだよ。これどうやって見るんだ。これ見たいんだけど、どうしたらいいんだ。射程、もう射程2と思う、1から2と思うけど、これどうやって見るんだ、これ。今更ながら出てみるんだ。あ、全然わかんねえぞ。あー、どうしようかな。いや、とりあえずエフラム攻撃しようか。もういいよ。もう死んでもいいよ。人工分と、はい。魔王、貴様俺が必ず倒す。ディクス。ディクス。残り60。やばいな。あ、これ一旦で倒せるかも。32、32、45、あと15。あ、いけるぞ。いける、いける、いける、いけ、いけ、もう押せ押せ。もういい、死んでもいいよ。はい、死んでも、死んでもいいよ。あ、最後エリックで決めたいな。当たれ。オッケー。これは見物だぜ。これで外したらマジで発狂どころのレベルじゃねえわ。いくぜ。絶対外さんわ。イエーイ、フォーです。おはようございます。はい、どすこい。鉄拳、痛い。本当に殴るだけなの。よいしょ。いや、実際こんなに殴られたらマジで死ぬけどな。あ、ハードモードも意外に簡単だったな。ああ、でもハードモードで全員死なない縛りでリセットなしとかやったら無理だな。絶対無理だな。はい、飛ばしまーす。コインセーブしようか。はい、エピローグ、イエーイ。いや、終わったな、ファイアーエンブレム。
エンディングは全部飛ばします。クリアした。いや、なんかあれだな、ノーマルモードをした時にすごいなんか苦戦しすぎて、なんか動画投稿超遅れるんじゃないかなみたいな感じで考えてたんですけど、いや意外にそんなこともなく、まあ時間かかるところは多かったんですけど、まあそこはね、ダラダラせずにカットしてっていう感じだったんで、いやー簡単だったかな。やっぱ一番難しかったのはあそこだな、船のところ。あそこはね、どうやっても何をやってもマジでみんな死ぬんすよ。でエフラム一体に任せるとみんな死なずにみんな生きて帰れると。一体でも出せばみんな死ぬから、もうエフラム一人でいたというね、まあそこぐらいかな正直。あそこまでにエフラムが全然強くなくて、そのままその船のとこに行ったら積んでたな、マジでマジ積んでた。あそこだけかな、とりあえずやばかったのは。それ以外はね、まあ意外と、まあリセット何回もしちゃったけど、まあいいんじゃないかな。ちょっと難しかったっていうのもあるし、あと知らんマップとかもね、なんかね、なんかね、急に、てか魔法使いが弱えな、やっぱりな。魔法使いが耐えきれないからね。普通ならね、ちょっと運ゲーになって、ね、リセットが多くしたりするけど、そんなことなかったな。そんなことなくても全然クリアできるな。クリアできるけど、やっぱシーンとか全然やってないからね。ちょっとまだ、ファイアーエンブレムの面白いところをまだ全然知れてないのかなと思っております。あ、君たちは？僕はリオン。うん、ここ知ってる、見たよ。でもね、エフラムがやっぱ強すぎたね。友達が言ってたんだよ、エフラムマジ強いからって。マジでそんなことねえよ、エリークあんな感じだぜと思ったらエフラム強すぎるわ。エフラム一人いれば敵100体はマジで倒せるから。すげえ、水蓮バレン115ターンでやばいな。おい、934ターンかかりすぎてるな。いやー、ソゼット死んじゃったもんね。10話で死んだんか。あれ？フランツって6章で終わったっけ？あ、てかさ、前回のさ、あ、そう、これさ、ストーンになって死んじゃったんだよな。あ、そっか、前回の誰も死んでないけんさ、誰も死んでないけん、こういうのが、あれなんだ。あー、じゃあ俺前回の動画しっかりちょっともう一回見ようかな、最後のラストだけ。そう、ロスも死んだんだよな、ロスマジショックやった。お前はいい。お前はいい。もう最後の最後で死んだ、お前はいい。コーマなあ、お前なあ、もうちょっと頑張れよって感じだったなあ、マジで。めっちゃ死んでる。めっちゃ死んでる。ああ、そう、アスレも死んだんだよな。アスレ結構早い段階で死んだけどな。ルーで頑張ったんだけどなあ。ヨシアとかも死んでもいい感じだったもんな。ナターシャね。もうちょっと頑張ってほしかったな、能力値な。あー、そこ、アメリアのせいで死んだんだよ、このフォルデとカエルは。アメリアがあまりにも可愛いから、守って死んだんだよ。ターナはね、出てきてすぐ死んだからね。速攻だったね。うえー、もうこいつもう何回死んだことか覚えてないよ。2回しか死んでなかった。おい、アメリア、めっちゃ戦ってる、こいつ。いや、そりゃそうやろうね。超強くしたもん。いや、意外と死んでるな。右上見ると。ノール、こいつはやばかったな。こいつ、ノーリセットしますとか言いながら、始まって、
開始早々に死んで、あ、これはダメだ、リセットしようみたいなのが結構あったからね、実は裏で速攻死んで速攻やめたの。リセット、ノーリセットとは何だったんだっていうぐらい。いやでもさ、同じやった面でさ、とりあえずいけるやろうと思ってさ、ノーロパーってさ突っ込ましたらさ、1対1で普通にやられちゃってさ、へーってなってさ、あ、もうリセットだなピッて。始まって1分ぐらいでリセットしよう。あー、ミルラなー、ミルラがね、もうちょっと戦えたらよかったんやけどな、ちょっと調子乗りすぎたな。うおい、100戦100勝、250戦100勝6敗。エフラム意外に死んでるな。8回も死んでるんか。まあエフラムね、たまーにね、プンって死んでたからな。イエーイ。やれだったな、ノーマル編でちゃんと、ノーマル編であれだったな、エフラム使っときゃよかったな。まあ使いたくなかったな、正直強すぎるからさ、強いっていうの知ってたから。でね、ちょっとね、まあこの縛りでやるとこのゲームの面白さをな、すべて、まあ、遊びきれてないと思うんですよ、全然。塔も行ってないし、あれも行ってないし。だから、まあ、もしね、まあ、動画投稿をこう、見せながらやるってことは、もうこのゲームではないと思うんで、まあ、あるとすれば、僕が、まあ、ちょっとプライベートで裏でやって、ね、みんなが知りたかったっていうか、まあ、僕がね、知りたかったことを動画に上げることはあるかもしれません。塔を最終章まで行くとかね。例えば。それかもう、主人公の能力値をブリブリ上げるとかね。もう全部フルカウント。みたいなね。そういうのが上げたらいいかなと思っております。多分そこはしないかな。塔の奥まではちょっと行きたいなとか、支援を、まあ、エリックとエフラム最後まで上げたいなっていうところはあるから、まあ、もしね、プライベートでやって、まあ、いいね、絵が撮れそうなら動画を出したいと思いますので、今後もよろしくお願いします。ということで今回はここまでにしたいと思います。次回、何しよう。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。